さあ、皆さん、こんにちは。ノッツォでございます。ということで、今回もモンスターハンターワールドやっていきたいと思います。前回ね、なんだてめえ。威厳のいいご祈願。前回ね、ゾラ・マグダラオスをですね、海の方に誘導してっていうね、作戦がありまして、まあ、それに、成功したわけなんですけども、で、その後になんか、その、つかの間の休息みたいな感じで、あって、なんか、受付嬢がね、大蟻塚に行こうみたいな感じになったんですよね。そこに、大蟻塚にはいないモンスター、プケプケが存在してて、で、プケプケ狩猟して、なんか、あと痕跡ね、知らない痕跡、この各地でリオレイヤのハテナハテナの痕跡を探す。リオレイヤのものだと思うんですけども、リオレイヤじゃないのかな、みたいな感じで、まあ、それを探しに行こうということで、まあ、探索やったったりフリークエストで、それが回収できると思うんで、今回フリークエストをやって、このリオレイヤのハテナ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 のあれを、集めていきたいなというふうに思います。あいつ何だったんだそれで、まあ、その、ゾラマグダオスの誘導を終えて、上位に切り替わりまして、ちょっと相手も強くなってきているので、ちょっとあんまり油断ならないのかなっていう感じは、ちょっとしております。なので、この防具でもきつくなってきてる可能性があるんですが、まあ、とりあえず、ちょっと作れる防具ができてから変えていきたいなと思うんで、まあ、まだね、この防具お付き合いくださいって感じでございますね。ということで、フリークエストやっていきましょう。そういえばこんなあったんだな。全然やってねえよ。これ上位のクエストじゃねえとダメなのかな？ある上位のクエスト。プケプケ狩猟。プケプケ狩猟ばっかじゃねえの。これさ、ここのやつじゃダメなのかい？ああ、多分上位じゃねえとダメだよね。あ、そっか。辻酒20個、これあれか、料理。わ、全然何もできてねえんだ。たまにはなんかこう、狩猟クエストみたいなある？俺は荒地の運搬屋とかさ。ちょっとこれやってみるか。ちょっと狩猟ばっかじゃん。ちょっと変わったやつやろか。草食竜の卵2個の納品。料理長。獲物を見ると血が騒ぐが、俺を運ぶのは性に合わねえ。だが、みんなの希望とあっちゃ仕方ねえ。俺運びの、あれ運びの代行を頼むぜ。初回クリア、クリア時のみ、食事場の食材が追加。ということで、やっていきましょう。ちょっと待って、ミニサボテンだいる、ミニサボテンだ。超ミニサボテンだいるんだ、これ。こんなん捕まえてる、ナイスミニテンダー。超ちっちゃい。かわいい。てか、草食竜の卵ってどこにあんねん、これ。ここならキャンプを作れそうですね。お。調査資源管理所に相談してみましょうか。キャンプの設営ができる場所に来たな。それはいいんだけど、マジで草食竜の卵どこにあんねん、これ。ああった、草食竜の卵。こんなとこにあんのかい。両手で運搬します。キャンプの支給品ボックスに納品しましょう。これ狙われんだよな。持っている間は卵好きのモンスターや海の親に狙われやすいですよ。おーい、海の親つっても遅いから。お前、俺に攻撃したらどうないなるか分かってるか。この卵が死ぬんやぞ。そうか、一家もろとも死にてえようだな。俺は卵を納品するだけだ。卵割ったの貴様らだ。分かってんだろうな、この野郎。よし、これぐらいに許しといたるわ。これにこれいたら二度と邪魔すんじゃねえぞ。俺は卵を運びたいだけだ。さーってと、卵運びましょう。さあ、まず1個。OK?
さあ、2個目と、これで終わり。うわぁ、あんなところにあったのか。いや、結構大変だったわ、これ。そう、ということで、まあ、上位じゃないとダメっぽいわ、やっぱ。よーしよーし、ズバッと戻ってきたよったな。俺、調査結果を聞こうかい。いろいろとちょっとバウンティー済ませてるし、あとキャンプの納品したいなという感じですね。納品依頼。あー、なにこれ。キャンプの計画、グレート調達。ランゴスターの広角。まあ、持ってねえわな。そんなもん持ってまへんわ。捕獲。ガリウシ捕獲。終了。超粒子は捕獲。捕獲ちょっとやりてえな。捕獲クエみたいなの受けられねえかな。なんか痛いよな。こういうとこからあれか、クエスト、受注できるのか。おや、はじめまして。私は調査団でテトルの調査、研究をしているものです。新大陸にはテトルと呼ばれる獣人族がおり、彼らと交流してその言語を習得したいのですが、いかせん私も年で体が言うことを聞きません。この老骨をお助けいただけないでしょうか。もしお力添えいただけるようでしたら、お声かけください。OK。ご説明を。彼らはアイルに近い獣人族の一つです。お供を介せば意思疎通できるのですが、私はその言語を理解して直接会話したいのです。テトルはフィールドごとに部族をなします。それぞれ調査を進めているのですが、イカ戦この足が追いつかず、居所にたどり着けるつけずに終わります。おりました。どうかこの露骨の代わりに彼らを探して、居所を突き止めていただけないでしょうか。スミカか。スミカ。なんか捕獲してくれとかいうやつないかな。気のいい動きだ。何この依頼。植生研究所のおばちゃんからだよ。古代樹のためにいい肥料を作りたいんだって。え、代わりに頼まれてくれるの？ありがとう、すごく嬉しい。あー、なるほど。これ、いけそうなやつだね、じゃあ。あ、船長だ。あ、普段船長ここにいるのか。おう、ご機団聞いてくれ、いい幸せを持ってきた。さっきの作戦の折には、頑丈な船を手に入れた。40年間海を見続けて、潮も空も把握できた。ちょっとやそっとの悪天候にはもう負けはしねえ。てなわけで、これからは国にちょくちょく船を出そうと思っていてな。つまりは物資のやり取りをもっともっと密にしようって計画だ。話は簡単よ。俺様が船を出し、国から物資を調達して無事戻る。それだけよ。そこでだ、あんたが望むならやり取りした積み荷の幾ばくかを分けてやってもいいぜ。まあ、とりあえず今回の積み荷を見てくれや。さあ、故郷の匂いを嗅いでいきな。ああ。なるほど。こういうのもあったっけな。物資を購入。あ、ポイントでいけると。ちょっとアイテム確認して、元気ドリンク。ちょうどいいのあるやん、これ。納品。これ2番目だな。あ、全部いけんの。全部買ったるわ。仕入れの要望。指定なし。素材アイテム。まあ、素材かな。消費アイテム、素材かな。これにしとこう。これで、この人が、あれしてくれると。ああ。ちょ、広角手に入れたからさ、偶然にも、納品できるって。学者たちはみんなあなたのことを面白いハンターだと言っていますね。各にも白き追い風よ、調査結果を。ほら、いける。天才かよ、あの船長。で、これもいけると。活性剤ね。よし。これ、あれだな、今までこれ無視してきたけど、こういう、びっくりマークが出てるやつは割と重要だよな。他にもなんか依頼を受けてたような気もすんだけど。ああ、これか。この人か。よーし、ついに芽が出たんやし、古代樹の成長の研究を進めようかね。
早速なんやけど、このクエスト、そろそろ先人賞の季節ですを頼めん。古代樹で栽培できる実や種の種類を増やす研究をしようと思うんやわ。それにはいろんな植物のサンプルが必要なんやわ。それじゃよろしくね。なるほど。もう一個受けられる。あんた調子はどう？早速なんやけど、女王は荒地にて燃ゆるを頼めん。今私は古代樹に住む虫や菌類の種類を増やす研究をしているんやけど、女王が鎮座しとるからサンプル採取に行くことができんのやわ。頑張って研究するからよろしくね。リオレアの狩猟。あんたお願いがあるんやけど、古代樹の収穫ボックスをもっと大きくしたいんやけど、手伝ってくれん。必要な素材の納品を3人組にお願いしといたから、暇な時でいいからよろしくね。あ、いけるね、これは。これは納品はいけるね。納品はすぐにいける。水袋。これはあれか、マカレンキの人ね。マカレンキおばちゃん。入ったら終わりだろ、これ。入ったら終わりやな。どうなんやろ。今さら？これいつからあるんだろう。あんた、お元気だった。ほら、アステラに引っ越してきましたよ。あれか。三期団のあれにいたばあちゃんか。今後はここで研究の成果を発揮するつもりなの。よろしくお願いね。私の研究はマカレンキンという古代竜人の技術、物資を別の物資に作り変える研究なのね。よかったら私にアイテム預けてみない？別のアイテムに作り変えてご覧に入れますよ。さ、何混ぜる？ちょっと難しいことは俺にはよくわかんねえので。ほら、一旦、あれしましょう。納品しよっか。やるわよ。いや、さあ、ちょっとこれも、探索行った方が早いまであるな、これな。探索行った方が早いまであるんじゃない？だって、今受けられるさ、やつさ、こんだけだぜ。プケプケ狩猟さ、前回もやってっからよ。そんな見てえやついねえだろ。いねえだろ。いねえだろよ。キリの卵2個も、あれすんのもいいけどね。なんか捕獲みたいなやつねえかな。どうせなら捕獲してよな。まあ、この辺はま、裏でやるんかな。こういうやつはね。まあ、とりあえず一回ちょっと、やってみるか。ああ、これだ。リオレーラのハテナハテナハテナ。普通のリオレウスの痕跡は見つけたっていうね。ああ、なるほど。ちゃんとわかるようにしてくれてんだな。ここならキャンプを作れそうですね。お！調査資源管理所に相談してみましょうか。やっぱこの辺にキャンプ作れる場所あるなーっていう記憶は正しかったな。見つけたわ。てか、プケプケどこにいるんだっけ、これ。ここにも不思議な痕跡がありますね。いい調子です。いい調子って言われてもなぁ。リオレウスだったり、リオレイヤーだったり。こんがらがるわ、これ。全部集めるの大変だね、これ。あー、いたいたいた。ようやくいた。うわあ、なんだこいつ。バゼルギウス。こいつが乱入してくんのかよ。サクって狩ろうと思ったのによ。逃げるんだよ。シルベムシがターゲットに導いてくれます。もう少しでモンスターと遭遇できるはずです。いや、そんなこと言ってる場合じゃないと思うけどね。バーゼルギウスさんいるんですよね。戦えるかな。意外にいけたいっすね。どっすん、おそら知ってる。こいつ口元がすごい柔らかいんだよね。
そんな効かねえぞ。やっぱこの防具やれるな。痛くないってのは、まあもう語弊があるよ。普通に、きついけど、怒ってるわけじゃない。あかん。普通に強かった。喧嘩売ってすんませんしたーって感じよね。怒ってるわけじゃないよな。ただ単に、何してらっしゃるのこいつ。まあ、どっか行くんならどっか行ってくれって話よ。おへい。不思議な痕跡、だいぶ調査できましたね。生態研究所に報告しませんか？そう、報告しに行く前にちょっとこれやっていこうか。納品。え、大物の小物何でもござれよ。ほれ、調査結果を聞こうかい。大なり小なり。納品結果。あ、これいけますね。オッケー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 。で、報告か、まずは。僕は、なんちゃらなんや、みたいな。おい、君、報告頼みがあるんや。どうや。おー、来たな、待っとったぞ。強靭なモンスターの調査、順調やな。不思議な痕跡集め、こっちも順調や。それで頼みなんやけどな。さっき、オアリツカの荒地で、強靭なアンジャナフが発見されてな。君ら調査班に、このアンジャナフの調査をお願いしたいんや。アンジャナフは調査の基本。基本を抑えずして何が調査や。そう、料理長に力説したらな、彼も気合が入ったようで、アンジャナフの調査が終わるまでに俺も食事場をでかくしておこうという言っとった。さすが話のわかるやつや、どっちの楽しみやな。そういうことでぜひ頼みで、頼むで、君らの底力に期待しとるわ。で、なんや。で、なんやじゃねえんだ。暴れん坊に早く調査に行きましょう。なんでそんなにうれうれとしてんだよ。ここに来んの初めてっていうね。研究、あー、もう少しなんだよね。図鑑オッケー。暴れん坊か。オッケーオッケー。上位の暴れん坊ね。任務。暴れん坊、さらに暴れん坊。アンジャナフ狩猟いけるかな。まあ、いける。プケプケの次アンジャナフってやばくない？強靭なアンジャナフ発見や。アンジャナフは新大陸の研究の基準として考えられることも多いんや。これは逃すことのできん貴重な機会や。アンジャナフの狩猟頼むで。お、いた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 。ちなみに上位のアンジャナフってことなんで。どんなもんだろうね。いや、カモに傷つけるんじゃなくて足に傷つけたいところだな。足通りアンジャナフさ、やる必要あるかこれ。あの動画乗っける必要ある？プケプケはまあなんか上位に入る瞬間だったからいいけど、アンジャナフ一回やってっからな。言うてもオッケー。スリンガーの弾で討伐と。まあ一回やってるんで、もう、仮どころは多分カットしてると思うわ。ケツの方を剥ぎ取ろうか。いや、まあでも、強かったな。強かったっていうか、まあ、普通に食らってたわ。怪我はないんか。おおおお、元坂、無事やったんやな。本当によかった。アンジェナフの調査、よくようやってくれたな。みんなでありがとう言うとったとこや。あとは、あの不思議な痕跡の分析やな。こっちも任せとってや。何か分かったらすぐに知らせるから。このまま不思議な痕跡の収集をよろしく頼むで。で、なんや。不思議な痕跡をまだまだ集めないといけませんね。まあ、言うてももう少しなんですよね。おー。大きくしとくわ、みたいな話だったもんね。バナナ。まあ、正直前からの変化を全然覚えてないっていう。あ、でもだいぶ拡張したのか。
うちの相棒はリンゴを食ってるわ。さあアニメ見るか。あ、親方ちゃんとあれやね、添えてるだけじゃなくてちゃんと料理してます。今までの料理は親方が出る、親方って大将が出る幕なかったんだ。今までなんかあの肉のと、肉、鶏肉のところにこうなんかはめたりとか、なんか最初だったらなんか香草みたいなやつを乗っけたりとかしてたよね。それが肉切るようになるし、焼くようになるし。相棒、そろそろ生態研究所に行ってみませんか。さあ、ですね、痕跡全部集めたんで、集めたっていうか、まあ、あのゲージが溜まったんで、この人に話そうか。おお、君、いいところに、今、不思議な痕跡の分析が進んだところなんや。結果、その痕跡の主が今まさに、丘珊瑚の大地にいるのを突き止めてな。総司令から正式な調査依頼任務として、すぐに告知があるはずやから、頑張るんやで。怪我はようないからな。で、なんや。で、なんや。総司令と話す。まあ、一応話すか。総司令。こちらに。君か、ちょうどいい。たった今、生態研究所から、例の痕跡の主が丘珊瑚の大地にいることを突き止めたと報告があった。あんたたちや準備ができた、でき次第クエストを受注し、奴の正体を確かめるべく調査に向かえ。さて、あの地にいるのは何なのか、鬼が出るか、蛇が出るか。うふふ、自ら向かわずにはいられないな。それが調査団というものだ。お母さん、不思議の国の城。例の痕跡の主は目の前ですよ。不思議の国の女王を受注って書いてあるね。あ、そういえば、この人、船長はどこ行ったんだ。下っ端に用はねえぞ。食事バーに、まず行って、まあ、料理、何？相棒聞きましたか？所長さんと総司令から。そうなんです。不思議な痕跡の主が今まさに丘珊瑚の大地にいるのだと。よし、そうと決まれば話は早い。私、クエストを用意しましたから。これを受注して丘珊瑚の大地に、調査の一番さじはこの私たちですよ。一番さじ、銀のさじ、不思議な国の女王か。まあこれは次回やるか。今回見どころ特にねえかもしれないな。なんか痕跡集めしてたみたいな、まあ、バゼルギウスが乱入してきたぐらいか。なんか面白いことがあったのって、まあ、それぐらいなんだよな。ちょっと今回あんまり面白みないかもしれないですけど、ちょっと今回ここまでにしよっかなというふうに思います。この不思議の国のアリスは次回やっていこうかなというふうに思います。いや俺ディオレイヤー亜種が丘珊瑚に来てるイメージ全然ねえんだけど、やったはずなんだけど覚えてないっていうね。なんか普通に大有塚でなんか討伐したような気がすんだけど、ね、気がしてただけかもしんないわ。はい、ということで今回ね、ここまでにしたいなというふうに思います。チャンネル登録と高評価お願いします。それじゃ。